You're everything. You're everything. あなたが思うより強く。あ、おぎり。こたつはんです。それでは行ってきます。あっ、おおきに。こんばんは。こんばんは。オーナーの元気です。あ、元気さん、はじめまして。はじめまして。今日ありがとうございます。聞いていただいて。いや、とんでもないです。忙しいところもいつも YouTube で見てます。あ、ほんまですか。そう今日はよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今日は来ていただいて。おおきに。水タバコ初めてですか？水タバコ初めてですね。初めての方でしたら、まあ、吸いやすいやつを吸ってもらった方がいいので。これ味結構ありますね、種類見たら。ありますね。今あるので、まあ、30から60ぐらい。30から60。それを組み合わせて使うんで、だいたい100通り以上は。あ、1個の味をただ吸うんじゃなくてミックスするパターンもあるんですか？でも初めてとかだったら、まずなんか一種類。だんだん慣れてきたら、その味にもう一種。あ、変化球加えるみたいな。ああ、なるほど。元気さんが今吸ってはるのは何なんですか？あ、これね、ピスタチオ。ピスタチオ？そう、ピスタチオっていうのが、15分から20分、ゆっくり。かしこまりました。まあ、その間に僕が吸ってるのをよかったら、こたつはんも初新車で吸ってもらって。あ、元気さんが吸ってんの僕ですか？そう。元気さんと一緒の口のやつ吸わなダメなんですか？いや、手元にあるこれっすね。あ、すいません。そう、キャップを。言いにくかった、ずっと。そうだね。ちょっと抵抗あんなと思って。確かにね、はい。カチッスみたいになるもんね。ちょっとね、はい。潔癖症なんで申し訳ないです。元気さんがどうこうじゃなくて、僕の問題なんでこれは。そうっすよね。申し訳ないです。なんか気分害されたら。大丈夫です。基本的に、ここ外して、はい、で、これキャップ開けてもらって。あ、そうです。これがあれば、言ったら、関節キスにならずに、そうっす。シェアできるってことですね。そうなんです。あ、よかった。大丈夫です。そんな、僕とキスとか。しなくていいんで大丈夫ですよ。はい、絶対嫌やったんでよかったです。吸わしてもらってもいいですか？あ、どうぞ。吸い方が分かんないですけど、深呼吸みたいな感じで吸うんですけど、はい、あんまりなんかこう一気に肺に入れたりするとむせるんで、はい、なんかこうスーッと吸って溜めて吐くっていう感じですね。このネックなんか当たるようになってたら、あれ出てる？これ。いや、多分出てない。結構言ってもらっていいですか？あ、結構ね、よく言われるのが、はい、マックシェイクするみたいな感じ。マックシェイクする。とにかく吸ってでも肺で全部飲み込んでしまわずに、はい、ちゃんと吐かないとダメ。わかりました。吸えるんで。オッケーです。めっちゃ鼻から出てますね。あ、今なんか手応えありましたね。手応えありました、はい、香り楽しめてんなっていう感じがありました、自分で。あ、なるほど、はい、ずっとこれ鼻に残りますね、この香りが。そうだいたい吸い始めたら2時間とか3時間とか持つんで、うん、この水タバコか。そうです1本で3時間とか、僕吸う時で一番長いの4時間とか。4時間、うまいこと持ったらそれぐらい。そんな長いんですね。長いです。なんか C 社って吸ってるとこう見た目が結構いかついじゃないですか。確かに、正直イメージはいいか悪いかといったらちょっと悪いかもしれないですね。そうですよね。だから結構初めて見た人はこれ大丈夫なんてめっちゃ聞かれたりとか、やばいもん入ってんの、違法薬物みたいな。そうあかんとこ来てないですか僕。あれ大丈夫です。大丈夫ですか、はい、そしたら僕の方が捕まっちゃうんで。あ、ほんまやな。そうだんだん最近メジャーになってきて、はい、ホリエモンとかすごい好きらしい。あ、なんか YouTube でホリエモンさんが吸ってるシーン見たことありますか？そうっすよね、はい、なんか普通に喋ってて喋りながらこうね、このポコポコっていう音がうるさいなと思ってて、ずっとこれなんですね。そうなんですよ。よいしょ、コーラにしよう。よいしょ、ご依頼いただきありがとうございます。乾杯。乾杯。もうほとんど飲んでしまってるけど。そうですね。これ微調整してはる間に喋りかけたらめっちゃキレられるとかないですか？職人すぎて。あ、かもしれないですね。あ、そういう感じではないですか？顔がめっちゃ集中してるかもしれない。はい、そうですね。気軽に喋りかけられへん感じはありますね。
変わってますね。基本こたつは鼻からなんですね。あの香りがより出るかなと思って。ああなるほど、はい。たまにイベントとかもやってて。ここで。そうです。どういうイベントやられてるんですか。この前はね、1周年やったんで、はい、まあやっぱりパーティーみたいな感じ、吸い放題。吸い放題。吸い放題のパーティーっていう。そのパーティー大丈夫ですか。大丈夫です。あ、大丈夫ですか。ちょいちょいめっちゃ疑われてるじゃないですか。違法性はないですよね。大丈夫です。すみません、以上念のためで。合法で。合法です。はい、じゃあ初心者におすすめの水タバコ吸ってみます。あ、全然ちゃう、さっきと。はい。もう、吸ってる最中に、あ、これちゃうと思いながら、はい。今、かわいいって言いましたんで、そんなことより。タバコの感想を言うより、そっちが気になりました。また後で詳しく聞かせてください、よかったら。なんかクールな感じですね。そうですね。表現合ってます？合ってると思います。はい。はい、こんな感じで、交換したり。あ、交換しながら。そう。あ、確かに、楽しめますね、こうやったら。僕自分が吸ってる方が好みですね。はい、そうですね。はい、どっちか言ったら。こっちはね、ちょっと甘い感じなんで。はい。ピスタチオ。なんていうんですか、こもってる。ああ、どう表現したらいいんですか、この。すっきりはしてないです、ね。はい。あとで僕らのやつも吸ってみます。あ、いいんですか。どうぞどうぞ。ありがとうございます。普通のタバコより好きかもしれないですね。あ、ほんますか。はい。ここの C 社初めて来ましたね。めっちゃうまいっす。やっぱり。ありがとうございます。めちゃくちゃうまい。エキストラですか。いや、違います、違います。初めて来たお客さん。桜とかじゃないですよ、ね。いくら部屋取ったんですか、今日。違いますか。大丈夫です。はい。今捨ててしんどくないですか。いい感じですね。はい。あんまり強く吸いすぎると、また危ないの。危ない炭使ってるんで、はい、吸いすぎると、炭の一酸化炭素も一緒に吸い込んだりするんで。それ、早めに言っといてもらってよかったですか。今、初耳なんですけど。はい、笑ってんと、はい、ちゃんと責任は感じてください。自己責任で、わかりました。まだね、でもやっぱり怪しいってイメージがね、正直僕もそうですね、撮影しながらほんまに大丈夫かなって疑いながらずっと撮影してますね。そうですかね。煙のね、量がすごいんで。あ、煙がね、怪しい感がもしかしてね、イメージで捉えられるかもしれないですね。顔隠れるぐらい煙出たりするんで。今結構長時間吸ってますけど、タバコみたいなこの口の中の嫌な感じないですね。若干イガイガ感はなくはないんですけど、はい、でも全然大丈夫ですね。じゃあ元気さんの、見た目で勝手なイメージ言いますね、はい、泣き出したらめっちゃ鼻水出そう。あ、でも鼻水めっちゃ出ます。当たってました、うん、花粉症ですけどね。あ、花粉症でバリ出るんで、ティッシュもうこんなんなるんで。京都人になろうと思ってなりきれなかった他府県のおもろい人。あ、もう無理やり覚悟決めて YouTuber やってるやつみたいな。あ、そうですね。そんな感じですね。それは納得できますね。確かに。もう京都といえばこれやろって、もう安易な考えで YouTuber やりだしたやつ。そうですね。そんな感じしますね。横に、めっちゃパンチ効いてるんだよな。横取り C 社。どうぞどうぞ。すいません。あー、ちゃうな。違いますよね。はい。あー、自分が吸ってるのが好きやな、でも。あ、そうですね。はい。ヘアチルは結構吸いやすいですね。うん、あれ意外と大丈夫かもしれない。あ、本当ですか。はい。ダブルアップル吸えるならもう、C 社、いろいろ吸えるかもしれない。あ、ほんまですか。これ3つ楽しんではるんですね。そうなんですね。お味を。何時間くらい吸われるんですか、大体。2、3時間ぐらいですね。あ、やっぱそんな長いんですね。その2、3時間の間は何されるんですか。おしゃべりとかゲームしたり、はあ、本読んだりとかしながらも吸える。まあ、ほんだらやっぱダラダラ過ごす感じなんですね。タバコとかに、うん、ちょっと抵抗ある人でも、はい、連れてこれるっていうか、デートとか来るとき、まあ、いきなりこれね、連れてきたら引いちゃうかもしれない、ね。まあ、デートでね、初デートでここ来たら失敗するでしょ、僕ら。慣れてきてからですね。慣れてきてからですね、このデートは。そうですね。こたつさんなんか、着物とかじゃないんですね。普通の服っていうのがおもろいですよね。そうなんですよ。そこも迷ったんですけど、着物着てもうたら、ほんまの頭おかしいやつなんで、服だけちゃんとしてたら、ああ、この人、あえてこれやってるんやっていう。なるほど。悪かったところね、正直ないんですけど、強いて言うなら、やっぱり店が路地裏にあるので、初めて来る人は入りづらいんかなっていう印象を受けましたね。それはあるかもしれないですね。ただ、今回この動画を見て、あ、こういう店なんやって分かるんで、まあ、そこはね、問題クリアになるとは思うんですけど、はい、じゃあ次、良かったところを挙げていきますね。はい、
まあ、なんといってもやっぱり居心地がいいですね。味美味しいですね。はい。タバコより僕は好きですかね。あ、なるほど。ちょっと肘つきながらだいぶ偉そうにずっと言ってたけど、今自分で気づいたわ。評論家的な。はい、これ直さなあかんな。依頼もらった人の前でこんなあかんな。すいません。で、周辺の観光地で言ったら、33元堂とかもあるし、ね、これが撮影に行ったんで言ったら、イルパッパラルドとか、一方園とかもあるから、そのあたりも合わせてここ来てみてもいいかもしれないですね。元気さん、お疲れ様です。ありがとうございます。うまいっすね。うまいっすね。無編集でやるとそうそうです。ほんまにこんな感じだ。それでは最後までご覧いただき、おおきに。バイバーイ。